にちは、CRS 森脇です。本日は兵庫県の M さんご契約いただきましたのでご紹介したいと思います。まず別車両が、CRS パッケージで作らせていただいてますので、はい、こちらですね、フロントリップスポイラーバージョン4が付いております。はい、はい、で、まあ見た感じもう低い感じが分かると思うんですけど、うん、ローダウンの方が3インチ、あ、3インチ、はい、3インチ下がってまして、で、あとこちら 25mm のオーバーヘッダー、オーバーヘッダーついてますね。で、こちらホイールですね、大迫力の EC の21、あれ、これ20インチ20インチです、はい、で、オイールの方がハイパーグロスがついてます、うん、やっぱね、すごい大きいですね。もうかなりの大迫力です、本当にこれは。ねえ、しかも3インチ落としてるからちょうどここね、はい、ベストな。そこのクリアランスもすごく綺麗で。ねえ。はい。いい感じですね。やっぱこう迫力のあるホイール入れるだけでもね、やっぱイメージすごい変わりますね。そうですね。まあもう、まあ、もちろんローダウンで低いですし、はい、あとまあ特にエアロとかなくてももう十分ホイールのインパクトで。大迫力に見えてくるかなと思いますね。そうですね、はい、で、あとははい、こちらはですね CRS のバイザーですね、はい、つけていただいてます。横はこんな感じでね、はい、こんな感じです。じゃあリア行きましょうか。はい、まあ、こちら、リアも特にまあ変更点はないので、はい、シンプルに作らせていただいてます。ここはノーマルですね。はい、はい、この中行きましょう。はい、はい、こちら内装ですね。まずベッドキットの方が、ウレタンなしのタイプに変更していただいてます。はい、はい、まあ、もうこちらは、もう仕事メインで使われるってことやったんで、もう完全に上に、まあ、荷物、うん、仕事道具であったり積むメインでもこちらにしていただいてます。これはですね、ウレタンありの、はい、ね、タイプとウレタンなしと選べるってことですもんね、はい、そうです。特に金額変更とかもないので、はい、同額でこちらも選んでいただけます。今度は2列目いきましょう。はい、こちらも、まずパッケージのシートカバーが前後に付けさせていただいてます、うん、で、これはね、前もね、一緒ですね。はい、で、まず、パナソニックの、ナビに、パッケージに入ってるナビゲーションですね、はい、付けさせていただいて、あと USB 充電ポートと、スマホホルダーですね、これね入れさせていただいてます。ということは内装ではあれですね、もう CRS パッケージ。そうですね。で、まあ、あとマット入れていただいてっていうようなが追加ってことですね。はい、イメージですね。おお、はい、まあ、こういうシンプルなカスタムの本当にいいですね。そうですね。あと、まあ、こちらも、フリップダウンモニターが一応、まあ、レスで、あ、特に使わないってことだったので、マイナスの金額させていただいて、パッケージから省いてるという。そうですね。はい、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 まあ、本日、まあ、兵庫県の方が、ご購入いただいたんですけど、まあ、こういう感じで、大阪以外の方もご購入もちろんいただけますし、ご来店が難しい方でも、電話メールで問い合わせいただければ、もう見積もり送らせていただいたりとかさせていただけるんで、どんどんお問い合わせいただければと思います。わかりました。はい、ありがとうございます。